初めて賞金をもらってますから嬉しいと感じます。知らない人がいっぱい来てる感じでちょっと緊張していますので、昔の日本のことをいろいろ感じました。心配しましたけどちょっと大丈夫だったで、はい、学業に関して言えば皆さんね大変優秀なんですね。経済的な困窮をね救うための奨学基金ではないので、あくまでやっぱりその1年および2年ロータリーと付き合っていただいてですね、で将来まあ共にそういう活動ができる人材を採用したいというのが一番の願いなんですね。あっては向こうから学びに来る青年たちの貧しさをフォローしてあげる、支援してあげるという意味があった、うん、だから今はもうステップアップして、そうじゃない日本を理解してくれる青年たちを応援しよう。世界のロータリーですけど日本だけなんですね、この制度を採用して行っているのは。それぞれの世話クラブへが行う例会にですね、一月に1回は参加していただいて、その場で奨学金を手渡しで受け取っていただく、振り込みとかそういうことは一切やらない。それによってそれぞれのメンバーの人たちともですね交流を図って、互いにね深いその人間関係がですね出来上がっていく、それが双方にメリットになるし、それぞれの自分の人生の中でそれを生かしていって、この経験をですね、小学生としての経験を生かしていってほしい、そういうふうに思います。その世界平和という話を出すと非常に大きくなるもんで、日本人はテレショーだから言わないんですよ、そこをね。一番いいのは相手に何も求めない、日本が昔悪いことをしたお詫びしたいという、そういう原点があって、お互いに人間同士が仲良くすれば国も仲良くなっていくでしょう、そして争い事は起きないでしょう、それは日本の願いでもあるわけです。お待たせいたしました。ただいまよりロータリー小学生ステージ歌と踊りを開催いたします。ウズベキスタンではちょっとやったことはありますけど、日本では初めてでした。いろいろ人と出会ってコミュニケーションとかやって、いろいろ異文化の勉強になりました。毎月私たち例会に出てロータリアンたちのなんか発表とか見て、社会のなんか形とかモデルを勉強して、マナーとか本当に勉強しなければならないですよね。それでなんか一緒になんかいい経験だと思います。やっぱり時間が短いんですね。1年間と2年間しかありませんので、卒業してから米山小学生から学業に変わりまして、もともとロータリーの奉仕の精神、そしてロータリアンのつながりも大事にしております。学友だからみんなのその仲良くなれる時間が多いですね。まあ、自分が今後やっていくことに対しても助言もらったりで、そういうところもあるので、だから学友あるから、まあ、OB 会ではないんですけど、それがすごい、みんなの絆もつながっていると思いますので、だから
それも一つの、米山の方の、特徴かなと思いますね。せーの、3、2、1、ゴー。彼の場合は本当に何ていうんですかね、人と会うのが大好きだということで、勉強だけでないものがあって、人との出会いと、勉強と両立できる人だというふうに思いまして、非常に、期待しています。西郷さんは私にとってこのお父さんのみたいな人なんで、でなんか社会勉強はじめこの日本ロータリーの方針まで少しずつ教えている感じですね。私も若い時に、マレーシアで5年半生活してましたので、やはり外国に行くことは非常に孤独で寂しく、友達が できてから非常にバラ色の生活を送ったので、なるべく学生さんにはそのようにお母さんのように接して楽しく日々を送って勉強に励むように心がけております。日本での生活上では何か不安があったら何でも教えてくださいよって言ってくれるだけでもすごく心が強くなります、はい、このカウンセラー制度はそのずっと交流ができる制度で、彼女が例えば結婚してもお付き合いしていきたいなと思ってます。ずっと付き合ってみたいなと思って、日本にいるお母様から、はい。やはり皆さん顔が見えて言葉を交わしながら、でしかも繰り返し例会でなんていうんですかね、こう知り合いになっていかれるので、こちらも安心して託すことができます。いろんな人と出会って自分の世界も結構広がりました。いろんな人と交流することによって自分も成長したし、この機会をいただくことがすごく感謝しております。もう一つ、付け加えたいのは、このロータリーの奨学金というのは一生きちんとついてくるんですね。関係もそうなんですけれども、奨学金というのはその履歴の一つになりますから、そのロータリーの奨学金を2年間受けたっていうことは立派な彼女の履歴として、これからもずっと生涯支えてくれる経歴になる。これはやっぱりありがたいなと思います。もうこれは絶大ですね。やっぱり日本がですね、勉強したい、世界中のそういう思いを持っている人にそういう機会を提供することができるっていうのはとても素晴らしいことだと思いますね。国レベルでもいいんですけども、一つのそのプライベートな財団がそういう支援ができるということは非常に大きな意義があると思います。こういう素晴らしい学生とね出会える機会があるっていうのはね幸せに感じておりますし、ますますね彼女が将来羽ばたくのをね応援してあげたいなっていう気持ちにねさせてくれる制度だなと思ってます。一番学んだことはやっぱり人とのつながりですね。周りのロータリアンたちと話することで皆さんの成功している素晴らしい人の話とか聞いていて、人とのつながりというのが大事だなということが一番分かりました。話し方も全然違いました。今なんか自信を持ってみんなの前を話しもできるようになりました。今までは考え方あってもみんなに言わないことが多かったですけれども、2年間の成長では、自分の考え方を言えるようになりました。本当に私もなんか最近困ってる人とか見つけたらなんとかしてあげたいなと考えるようになりました。今から社会人になります。私はもうできるだけまだの学生とかの留学生とかの他 の助けの欲しい人が助けたいです。自分ができるだけ